はい、おはようございます。スーパービートクラブでございます。雑談お届けしてみたいと思うんですが、今ねこのラジオ収録してますのが今日はね10月の28日月曜日でございます。朝7時38分というところで、会社にね、今向かって、出勤してるところなんですが、今日ね、お話ししてみたい内容っていうのが、ちょっとね、行政書士についてね、お話をしてみたいと思います。このね、ラジオの中でも、何度もね、おしゃべりしてます通り、今ね、私、行政書士資格取得を目指してですね、日夜毎日ね、勉強をコツコツね、続けているところでして、1年に1回しか行われない、そのね、行政書士試験もですね、もう残りわずか、間近にね、近づいてきました。11月のね、10日にね、試験がありますんで、もう2週間切ったというところでございます。そんなね、行政書士、試験なんですけど、2年以上ね、この期間勉強してきて、行政書士、っていうのはね、なんで自分目指してんだろうっていうね、素朴な疑問をね、感じることがあったんですよね。そんなね、お話をしてみたいなと思うんですが、私昨日、27日、そしてその前の日の土曜日、26日、そして、その前の日の、25日、なので、25日、26日、27日のですね、3日間、お休みを、いただいておりました。土曜日、日曜日はね、もともと仕事が休みなんで、金曜日に有給休暇を使ってですね、取って、3連休だったんですけど、この3連休の間ですね、結構、ジョギングね、走りました。3日間でね、走った距離はね、58キロということで、59キロ、約60キロですよね。21キロ、20キロ、昨日が18キロだったかな。全部足すと、60キロ弱ぐらいで走ってるんですけど、そんだけね、走る時間があるんだったら勉強しろよっていうふうに、言われるかもしれませんが、勉強しながら疲れたら、ジョギングをするというような感じでね、自分の中でね、組み立てて、一日の中組み立ててるんですが、そんなね、ジョギング、2時間、1日にね、20キロ近く、時間にしてね、2時間ぐらいね、走ってると、いろんなことを考えるんですよね。っていう中で、試験が近づいてきたっていうところで、自分がね、この行政書士、なんで目指してんのかなっていうところをね、いろいろとね、考えながらね、走っておりました。当初はね、行政書士試験ね、行政書士資格取るぞというふうに思ったのはですね、結構安易な、理由でして、友人がね、行政書士試験ね、受けようと思ったんだけど断念したっていうね、話を聞いて、じゃあ俺が代わりに取ってやろうか、みたいな感じでね、始めたっていうのと、あとね、この行政書士試験のね、勉強始めた当時はね、まだね、絶賛コロナ期でしたんで、どこにもね、お盆休みだったかな。どこにもね、旅行に行くとかね、家族で外出するとかっていう予定がなかったんで、家でね、9連休引きこもりっていうこともあったんで、じゃあここからね、勉強スタートしたら面白いんじゃないかなというふうに思ってね、スタートしたのが初め、きっかけでございます。で、そこからね、ずっとね、惰性のようにね、ずっと勉強続けてきたんですが、最近ね、やっぱりね、いくつか、自分はね、こういう理由でね、行政書士になりたいんだっていうね、理由がね、いくつかできてきました。まずはね、私ね、営業マンをね、してるんですけど、あんまり詳しいことは言えないんですけど、そういうね、営業マンをしているとですね、結構ね、補助金とかね、のお話がね、出てきたりします。補助金使ってね、こういうビジネスはできればな、なんてね、ことをね、お客さんとかにね、聞いたりすることあるんですけど、行政書士ってね、やっぱりこう、お役所に対して、申請事をするというところのね、プロになるというところでは、こういうね、補助金業務とかっていうところにも携われるのかなと。今はね、あくまでもこういう補助金がありますよというね、情報提供とか、ぐらいなのが、もうちょっとね、踏み込んだことができるのかなと、思ったり。あとはやっぱりね、そういったね、補助金なんかの情報なんかもね、行政書士だってね、早くね、キャッチできるんじゃないかなというところ。そういったところはね、できれば、正しいのかなというふうに思ったりしております。そもそもね、会社の働き方自体もですね、今後変えていかないといけないのかなというふうにね、思っているところもありまして。先ほども言いました通り、私営業マンなんですけど、営業マンという仕事ですね、
これね、将来ね、ずっとね、まあ、ある、職種なのかというふうに思うと、まあ、全部が全部なくなるわけではないんですけど、うん、今、少なくとも今私がやってる仕事っていうのは、なくなる可能性もあるよね、と、いう中で、うん、なんか、それをずっとやっててもいいのかなというところで、まあ、じゃあね、なんか他のことをね、まあ、できるようになった方がいいんじゃないのかな、というところで考えると、まあ、会社の中にはね、リーガルチェックなんかをする本部門なんていうのがあります。うん。なんか、まあ、行政書士っていうのはね、まあ、契約書を作成する業務を受けようというところがあれば、うん。なんかそういうね、仕事もやってみたいなと。うん。で、まあ、なんならね、リーガルチェックもできる営業マン、まあ、営業もできる、法務部門のね、スタッフっていうね、まあ、二足のわらじを働く、ハックっていうのもですね、おもろいのかなというふうに思っております。うん。まあ、あとはね、まあ、そもそも、じゃあね、会社勤め、サラリーマンっていうね、働き方自体をね、まあ、見直すというところでですね、じゃあ、独立室っていうふうに言ってもですね、なかなかね、自分でね、独り立ちするのは難しいという時にね、こういう資格があると、なんか、自分の背中をね、押してくれるっていうところもあるのかなというふうにね、思っております。で、あとはね、まあ、いろいろ言いましたけど、もう、結構ね、大きい理由の中のもう一つとしてですね、やっぱりね、こう、両親にね、まあ、安心感を与えるっていうところもね、あるのかなというふうに思っております。まあ、うちのね、両親も、今ね、まあ、70に、ね、なったばっかりで、まあ、まだまだ元気ではあるんですが、とはいえね、やっぱりね、あと10年、20年経つとですね、うん、まあ、両親もね、どっかではこの世をね、去るという時に、だんだんそのね、まあ、うん、将来が近づいて、来るという風になってくると、まあ自分たちの子供のね、行く末というのもね、少しね、不安に感じるところもね、あるんじゃないかなと思うんですよね。うん。いう中でね、まあこういう法律資格を持ってるというのはね、一つね、まあ、両親としても、まあ安心してもらえるのかなという風に思ったりですね。うん。あとね、私の、まあ家系はですね、まあそういうね、こう、まあ、いわゆる先生と言われるようなね、資格を持った人っていうのはですね、家系多分ね、いないんじゃないかなと思うんですよね。うん。いう中でね、まあなんか私の家系の中でね、初めて、まあね、法律の先生と呼ばれるようなね、人になったっていうのもね、なんか一つおもろいのかなというふうにね、思っております。まあそんなこんなでね、まあいろいろな、まあちょっと理由をね、つけて、まあお話ししたんですが、まあね、ちょっと慣れれば面白いのかなというふうに思ってるんですけど、うん。そんなこんなでね、まあちょっと頑張りたいなというふうに思っております。一番ね、自分の中でね、印象に残ってるのが、本当ね、行政書士試験をね、勉強始めた頃ですね、まあ、勉強終わって、で、夜、まあ、ジョギングに行こうかっていうね、ジョギングに行ってる時にですね、まあ、家の近所をね、いつもぐる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 走ってるんですが、まあ、とあるね、空き地があったんですよね。うん。その空き地を見てですね、あ、いつかはね、この空き地に自分のね、事務所を建てたいなと。あ、空き地って言ってもね、そんなね、広いね、敷地では全くありません。まあ、なんですかね、本当6畳ぐらいのね、部屋が1個ね、なんか小屋みたいなのがね、1個、作るぐらいのスペース。そしてまあ、車がね、1台駐車できるぐらいのね、ほんとね、小さなスペースしかないんですが、そういうね、小さなこの空き地にですね、自分のね、まあ一つのこうね、独立した、なんかね、法律事務所みたいなのをね、作れるようになったらね、嬉しいんじゃないかなっていうふうにね、思いながら、ジョギングをね、してたのをですね、今でも記憶しております。まあそんなね、夢をね、ちょっとね、実現できる、っていうのがですね、このね、行政書士試験なのかなというふうに思っていますので、まあ残りね、2週間、まあ切った、まあ試験本番なんですけど、うん、まあ自分のね、夢実現に向けてですね、これからもね、コツコツ勉強続けていきたいなというふうに思うところでございます。まあなんならね、まあ、もしね、まあ落ちたとしてもですね、また来年ね、やってきますんで、うん、今回でね、終わりっていうわけじゃないんでね、まあただね、だいぶね、まあ合格に近づいているんじゃないかなというふうにね、個人的には思ってるんで、まあなんとかね、その合格のね、切符、勝ち取りたいなというふうに思ってるところでございます。はい、ということで今日はね、まあ雑談といってもね、まあいつもね、お話ししてる、ちょっとね、行政書士試験にね、まつわるね、お話がね、メインになりましたけど、そんな感じでね、今もね、コツコツ続けてますんで、まあね、ほんとね、試験結果、もうちょっとでね、出ますんで、交互期待いただければなと思います。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様でございます。